いやー、せつなけいすけだよ。ライトやっていきます。残りの2体を駆逐する。ジャップ、エフィーナデブって言われてる。エフィーナデブって言われてるよ。エフィーナ体細いからな。いや、食は太いかもしれんけど、食は太いかもしれんけど倒した。よっしゃ、もう一丁。ポップはパパって言ってる、もしかして。お前のパパではないよ。エフィのパパではあるけど、エフィのパパではあるけど、お前のパパじゃないんじゃ。聞いてまえ。倒した。大きな嘘を所得。大きな嘘大きな嘘って何よ。なんだ、どっかに爆弾仕掛けたぞって感じな。片付いたか。ん？これは、どこの鍵かな？わかるわ、それ。鍵がかかっている部屋は。え？もしかしてレイジェルの部屋のやつ？ねえ、レオは死んじゃったりしないよね？なんだよ、突然。レオも死んじゃったら、私ね。いいか、お前は。黙って後ろをついてこい。あとは、俺が守ってやるよ。かっこいい。え、今の何？雷じゃないよな。え、狼の雄たけび？てか、ヴァンパイアの雄たけびか？暴れ回るよんじゃん、あいつ。今の音。ごちゃごちゃの、何あれ？何この嘘？何なんこの嘘は？ごちゃごちゃのって言っちゃったよ。あ、そうか、キースってさ、片付けるの下手やけんさ、苦手やけんさ、嘘もこんな片付いてない嘘なんや。あれは面倒だからな。避けて進むぞ。近づいてきてる。避けて進むぞって言うあたり。やっぱここの鍵じゃない？こっちの鍵だろ？あ、めっちゃ嘘ある。めっちゃ嘘おる。ごちゃごちゃなやつめっちゃおる。あたりだな。え、なにこれ？え？え、なんて仲いいよ。ぐちゃぐちゃだ。何がぐちゃぐちゃなんこれ。あいつ、片付けできんというよりかもう、むしろぐちゃぐちゃにするんか好きみたいな感じになったので、液体のようなもの。液体のようなものって何？何なんその液体？あの本の破れたページか。我が一族は、に人と交わり、その血はだんだんと染まってきた。だが、ヴァンパイアの血を濃く受け継いだ子孫がわずかな確率で生まれることがある。え？そんな。血が濃い血か。人間とのハーフじゃなくて、もう完全な純血のタイプのが生まれることがある。バイオリズムおかしいね。純血ではないので、力の制限は不安定である。いや、100% ではないんじゃ。90何パーみたいな、微妙な、すごい中途半端なとこなんだな。濃いけど、100% ではないみたいな。自分の知らないうちに人を襲うこともある。人との共存もかなり難しい。だから、この町に移り住んできた代から、ヴァンパイアの血を濃く受け継いだ子供が生まれた場合、早めに始末する掟が作られた。お、私の間にも子供が2人生まれた。そして、1人がヴァンパイアの血を濃く受け継いで生まれてきた。え？ 2 人ってことは、これの著者、キースの父親ちゃん、これ。で、2人生まれて、その2人っていうのが、キースとあの、レイチェルで、中国受け継いで生まれてきたっていうのがもしかして今暴走していったキースの方なんかな。まだその力は目覚めていないが、その日が来るのも遠くないだろう。だが私はあの子に手をかけることができなかった。息子やけんな。妻も二人目の子を産んだ際には命を落としてしまった。私はこれ以上何も失いたくない。明日、住民の人間に相談をしてこようと思う。今日は夜が深いな。最後の今日は夜が深いなってめちゃくちゃすごい。すごいなんか悲しさをアピールしようような単語やな、今の状態だったら。
今日は夜が深いなーって普通に言うても何とも思わんけど、今の分やけんな、馬の分やけん、すっごい心にくるわ。血がごく完全にパンパンに目覚めたのは、もう片方は異常なし。つまり、あの兄弟の片方だけがパンパンや。どっちかは血を吸わないってこと？反対に、どっちかは血を吸わないと生きていけない。この町の住民や動物は全て襲われたのかもかな。マジでか。だからあんなに家があるのに人がおらんみたいな状態だったん。怖、この町怖、ヴァンパイアシティやん。アイアムレジェンドみたいな状態になってしまった。アイアムレジェンドって、ねえ、お前どっから出てきたん？ お前そんな、そこに何もなかったぞ。壁しかなかった、床しかなかったぞ。お前どっから出てきたんや？それとも透明になっとって今おったん？え？隊長の命令だ。助けに来た。ありがとう。え、お兄さん、どこから？本当や。僕は影のドラゴンだ。障害物などは基本無視して移動することが可能だ。すごっ、影のドラゴン。闇属性のドラゴンみたいな感じが。え、ドラゴンでもそんな種類あるん？すごすぎんだろ。すげえな、すごいです。おい、副隊長さん、この屋敷には女の子もいるはず。なんだか、そっちはどうした？ほうや、レイチェルは？女の子。この屋敷は、この部屋を最後に訪れたが、いるのは君たち二人だけだぞ。レイチェルおらんの？寝とうとかじゃない？え？レイチェルちゃんがいない？隊長さんは、情報屋の二人を緊急避難させて、外の見回りに行った。よかった、先に合流できたんやな。危険だな。おい、さっきから何をブツブツと。早く外に出してくれ。その後は情報屋のところに行って警戒をしていてほしい。貴様命令は。ブレッドさん、今回だけお願い。え、ほんと今回だけお願いしますよ。もう人の命がかかってるレベルですよ。ヴァンパイアが暴走してるんです。見てくださいよ、この部屋。ヴァンパイアの暴走だと思うでしょう。もしくは子供が暴れ回ったとか、精神状態いかれた人が暴れ回ったとか、いろいろ想像できますけど、今回はヴァンパイアってことにしておいてください。お願いします。しっかり捕まれ。刺してくれた。めっちゃ嘘おるやん。キース、嘘つき野郎でないか。もしかしたら1万よりも嘘ついとんちゃうんか。嘘つきしすぎて、お前、ピノキオだったら鼻めっちゃ伸びとるぞ。もうさ、ブリーチのさ、10銀の解放状態レベルで伸びとんちゃうんか。外だ。いいか。貴様に手を貸したわけではないからな。僕は情報屋のところへ行き、隊長が帰ってくるか確かめてくる。ありがとうな。助かったよ。嘘と本当がごちゃってなって溢れてる。ああ、これ、地獄絵図ってもこういうことを言うんだろうね。もやもやする。嫌な気持ち。早く何とかしないとな。やー、来てる来てる。あー、めっちゃおる、めっちゃおるぞ、めっちゃおるぞ。とりあえず FE の HP が少ないけど回復しといてあげよう。スキル全体攻撃が、あ、全体攻撃ある。燃える瞳で身を守る全体。あ、全体攻撃ばっかやん。トリプルファイヤーが強そうだな。行くぜ、ファイヤー。あ、エフィナ、回復する前に死ぬって。回復する前に死ぬ。あ、回復量少ない。回復量少ない。ファイヤー。おお、強い。回復、もう一回復。で、もう一回ファイヤー。使えない。あー、たったに攻撃に行くか。それ大切そうな。HP 少ない。こいつに行こう。回復早く。1万。よっしゃ、いいよ。あ、今度は1万やけど、1万はまだ耐久できるんじゃ。全体攻撃お前持っとん？あ、当たった。嘘をつい。SP 回復かよ。なんだそれ。小さな嘘ついたら、SP 回復できたり。なんだこれ。嘘ついたら回復ってなんなん、お前ら。体育館か。ナイフ！ HP 多い、こいつ。で、これで攻撃と。よし、行くぜ。あ、やばい。1万。あ、1万。1万死んだ。1万死んだ。あと、ついでに言うたら、エフィーナも死にそう。やばい、やばい。あらーん。
ゲームオーバー。くそー、あー強いな。こっからじゃあどうやって逃げればいいんだよこれ。ああ向こうからちょっと離れてくれたわ。どこ行けば、どこ行けばいい。ああの二人のところ行っとくか。とりあえず大丈夫、避難できてる。あいかんね、よい、鍵閉まってる。寝よ寝よ、寝れそう、本当に寝れそう。この事態なのに寝れそう。寝れんのか、さすがに。さすがに寝れんわな。休める、一応休めはする。休んどこ。よし、HP が行くだろ、早く。よし、いいぞ。友情なことは知られんけどな、回復できるなら。どこ行けばいいんや。俺どこ行けばいいんや。図書館に避難するかな。図書館こういう時は避難できそうやん。もう誰もいないやん。外に脱出、車外に脱出パターン。あ脱出じゃない。あじゃあどこやねん、どこや。危ない、あ大きいやつとはできるだけ近づいたらあかん。あどこや、どこ行けばいいんや。集合地点どこやねん。こっから脱出。あ緑のやつ名前忘れた。これは隊長さんで、オイルはもうほとんど体が一瞬だけつくかな。え俺隊長さん、隊長やん、やっぱ。え隊長さん、いやエフィーナ、お前もその呼び方か。死んでるの、ねえまた死んじゃったの。おいこいつは、いややだよ隊長さん、あんなにケーキ全部食べていいって言ってくれたのね。え？で、どういうこと？どういうこと？え、隊長さん、噛まれとるよ。噛めとるし、なんで立てるん？この感覚は、私は一度死んだな。おはよう隊長さん。血は添えていないか？ふむ。ドラゴンの血はあまり美味しい美味ではないということか。新しい知識だ。美味じゃなかったけん抜かれずに済んだんじゃ。ヴァンパイアもエリゴム飲みするんやな。よかったなお前、ドラゴンの血で。あの隊長さん、幽霊、お化け、ゾンビ、ならず者。私は不死のドラゴン、アンデッドだ。不死のドラゴンだったんじゃ。アンデッドドラゴン、一度死んだなって言うたけど復活した。自力で復活したんこいつ。怖っ、体調こんなんだったらちょっと体位もちょっと低くんちゃうん。大丈夫、その姿見せたらあかんよ。不死、死なないんだよこの人はな。刺されようが焼かれようがいられようがな、死なない。でも今復活したばかりだからあんまり動けないんだろ。ああそうだな、私を襲ったのはあの少女だった。どの少女、少女の方、レイジェルの方。完全に油断をしてしまっていた。気がついたらご覧の通りだ。私を襲った後は奥の方へ行き突然倒れた。もうさ、あのレイジェルの方がヴァンパイアなんかさ、キースの方がヴァンパイアなんかわからんようになってきた。でも少女ってことはレイジェルの方なんだろうな。じゃあキースなんであんなに暴れたんや。ただ自暴自棄になっとっただけなんか、精神状態を追い込まれとっただけなんかな。自分の妹があんなんじゃみたいな感じで。そのあたりもう一人、あとは俺たちに任せておけよ。しかしこっからは俺たちの専門だからな。ヴァンパイアハンターな、一万ヴァンパイアハンターな、バウンディーハンターみたいな。ヴァンパイアハンターって、ね、僕らの太陽のジャンゴみたいな感覚です。ヴァンパイアなんかは知らんけどさ、あれって。少しこのまま痩せてもらう、何かあればすぐに行くぞ。このまま出るのかよ、刺されっぱなしだぞ。傷治るんかそれで。行くぞエフィ。え、あさっきぶりだな。結局出て行かれなかったのですか。僕はちゃんと忠告しましたからね。殺されて血を吸われても文句は言えませんよ。まず聞こう、お前がヴァンパイアか。そうですよ、僕はヴァンパイアです。あ、キースの方だったん。え、キースって男だろ。僕っ子じゃなくて本当に男なんじゃなかったっけ。
兄弟やけんさ。女の子と見間違えたん？え？まさかやけどさ、事実にしたくないんやけどさ、まさかキースとレイチェル両方ともバンパイアって話。はい、いろんなところで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。仕上げ気になるでしょ、次回も見てね。ヴァンパイアですって言ったところで終わったよ。次回も見なきゃいけない気がするだろ。ふぅ、やっとが変わった。